東ローマ帝国支配下のギリシャでは、東ローマ帝国支配下のギリシャのことを記す。ギリシャ半島は、紀元前146年に、ローマ帝国に組み込まれた。286年、ローマ皇帝ディオクレティアヌスは、ローマ皇帝権を分割し、現代のギリシャ共和国にあたる部分の統治は、東ローマ皇帝が担当することになった。東ローマ帝国の人々は、 ローマ人からはギリシャ人と呼ばれていたが、6世紀頃になると自分たちのことをローマ人と自称するようになり、彼らは7世紀に公用語がラテン語からギリシャ語に変わった後もローマ人を自称し続けた。540年頃からギリシャ地域にスラブ人の侵入が始まった。558年にはコンスタンティノープルに攻撃を加えた後、 南下してルモピューレーまで進撃した、スラブ人部隊も出現した。その後、ティベリウス二世地下の580年、モンゴル系のアバール人とスラブ人の大侵入が始まり、ギリシャの諸都市を次々破壊していった。アバール人は、ドナウ川以北へ追い払うことができたが、スラブ人はそのままギリシャの村に定住していった。その後サーサーナサ、ペルシア帝国と同盟を結んだ。 アバール人は再び、ドナウ川を越えて、バルカン半島に侵入を開始した。スラブ人も攻撃に加わり、ヘラクレオスの地下になると湾岸部を除くギリシャの大部分が、スラブ人の支配下になった。テッサロニキやペロポネソス南端のモネンバシアは、ギリシャ人の手に残ったが、ギリシャ都市の多くは後輩、スラブ化したため、スクラビニアと呼ばれた。 東ローマ帝国はギリシャを取り戻すべく、また、スラブ人の捕虜を得るべく幾度か、スクラビニアに遠征を行い、ギリシャを再征服していった。ニケホロス一世地下では、テママケドニア、テマフェラス、テマテッサロニキ、テマペロポネソスが設置されており、ギリシャ人の再移住とスラブ人のギリシャ化が進んだ。土地の再開発も進み、トラキアやテッサリアの平原では、 小麦が生産され、定売では、織物の工場が建てられ、それら生産物が税として、コンスタンティノープルに収められるようになった。だが、東ローマ帝国の支配は、アテネの主教が、一体あなた方に、何の不足があるのか。定売の絹織物ではあるまい。テッサリアやマケドニアで採れた小麦でもあるまい。それは皆我々が作ったものだ。だが、すべてのものは、 コンスタンティノープルに流れていってしまう。と嘆くほどの重税による圧政に苦しめられた。そのため884年にコルフ島がノルマン人に占領された時や後の十字軍の侵入時、現地の市民は侵入者たちをコンスタンティノープルの中央政府からの圧政からの解放者として歓迎した。1025年。 皇帝バシレオス二世遺没時の東ローマ帝国10世紀、シメオン一世の下で兄弟になったブルガリア帝国は、コンスタンティノープルを攻撃する一方で、ギリシャへも攻撃を加えており一時は、ペロポネソス北端まで、ブルガリア軍の制圧下に入った。927年に、シメオンが死亡すると、ブルガリア帝国は、勢力が衰退したため、ギリシャは、 東ローマ帝国の支配下となったが、997年に即位したサムイルによってギリシャは再び東ローマ帝国とブルガリア帝国の戦場となり、ギリシャは大きな被害を受けた。だが、1018年バシレオス2世によってブルガリア帝国が滅ぼされたため、ギリシャは再び東ローマ帝国の支配下となった。南イタリアを征服したノルマン人。 ロベルト・イル・グイスカルドは、東ローマ征服を目論み、バルカン半島に侵入した。この遠征は、東ローマの抵抗とロベルトの病死によって、中止されたが、この後もノルマン人は1148年、1185年に、ギリシャに侵攻した。特に1185年では、テッサロニキが陥落し、市民は虐殺されるなど、大きな被害を受けた。1204年、 第4回十字軍によって、東ローマ帝国が滅亡。ギリシャにもアテネ公国、アカイア公国などの十字軍国家と、東ローマ貴族の亡命政権である、エピロス先制公国が樹立された。1261年に、ニカイア帝国がコンスタンティノープルを占領し、新たな東ローマ帝国となったが、かつての国力は失われていたのと。 ギリシャに樹立された国々も東ローマ帝国に敵対したため、東ローマ帝国がギリシャを完全に支配することはできなかった。1453年、東ローマ帝国はオスマン帝国に滅ぼされ、ギリシャもオスマン帝国の支配下になった。ありがとうございます。